はいみなさん、こんにちは、村長スタジオです。久しぶりの小ネタ兄貴が登場しました。最近キャラボイスで、登場することが少なくなったな、そういう風に、思っていたみなさん。それには、大人の事情というのがありまして。大人の事情というのは、別に難しい話ではありません。早く、皆さんに情報をお伝えしたくて。 手っ取り早く動画を作るには声の変換をしていたら時間がかかるからですまあそこはいいとしまして今日の小ネタはスタジオンの試音登録というこ,とですこれも案外使われていない方が多いのですがこれはとっても便利なので絶対に使った方がいいですよ音響などの仕事をしている人にはもう当たり前の話になってるんですが DAW を使っていく上でこの機能があったらとっても便利ですその機能というのはスタジオ i o 1の場合この左の下の方にこういうボタンがありますシーンというのがこのように出てきますそして呼び出しオプションのところは8つのチェックがありますけれども全部にチェックを入れておきましょうそしてとりあえずミックスができて 完成ししたら、プラスのボタンを押しますするとこのようになりますので例えば「完成」というように作っておきましょうもしくは「パターン1」とかいう名前でもいいと思いますそうしまして「あこれをソロで聞いてみたいな」とかこのように2つ3つ設定をします そしてボリュームの調整などを動かした場合、先ほどの設定に戻りたいときもありますこの今動かした方もパターン2として登録をしておきましょうこうしておけばこのシーンをダブルクリックするだけですぐにこのように元に戻れます。 まだ中トラックぐらいなのでそんなにも大変なことはないですが普通ならどれをソロにしていたっけとかミュートにしていたっけとかこのように戻していくのがとても大変ですねもちろんフェーダーを動かしてしまったらそれを再現するのはなかなか難しいですそしてこれらはこのようにインサートしてあるこういうようなところで 設定してるパラメータありますよね。これもすべて記憶されています一番最初の「完成」というのを押してみますとこれもちゃんとこのように戻りましたすべてのプラグインのこういう情報などを記憶していますそしてこの状態をもう一度上書き保存するのにはここで「プラス」の横にある「三角」のボタンを押して シーンを更新というのを押しますそうすると新しい情報に切り替わりますこれをパターン2に変えてみましょうよくこのリバーブの値を見ていてくださいはいこのようにパターン2の状態に戻るわけですこんな簡単なことですけれども案外使ってる方が少ないのでぜひともこのシーンというのを 使いこなしてください。いわゆる今の状態を保存するということです。こうしておけば、いつでも、好きな状態に戻すことができますので、ぜひとも活用してみてください。今日の小ネタでした。また会いましょう。村長でした。